はは、いさんんこにち松本武文です、えー。今日はですね「この男おもろい」ということでねあの小林聡さんという方のお話をしようと思います。 拓郎でで、ね、所廃根町というデイサービスをしててその代表されての小林聡さ,さんまあ小鉢とね呼ばしてもらってますこのこの小鉢はですね平成26年に長野県から栃木県に移住してねそこで廃根町っていうデイサービスを立ち上げてるんですね。はい で廃根町という言葉は長野県の方言だということで、まあ、面白いですよね。まあ、そうやって故郷のことも大切にしながら、えー、自分の生まれ故郷ではないところでねそういう地域密着のお仕事をしているでこのコバチンはですね、まあ、介護現場からいろんな発信をしているのでね私もとても貴重な存在だなと思っています。それもねね楽しい発信をすするんです、ねえー、いろいろ自分がやってダメだってだたこととか あそういういことも隠さずですね、えーまあ、発信しながらでもそこからですね転んでもただでは起きませんねいろんなものを得てね、えー、なんか自分の栄養にしていってるなあというところがあってこの男はおもろいなと思いながらいろんな、えー、文章を読ませてもらったりもしてます、えー。ノートっていうのも書いておられるので是非おすすめなんですけどもね、えー、いろんな言葉も生み出してますね「正義感で介護をしない」なんて言ったりしていますね。 なんか我々一つの正解に向かって介護するっていうようなですね非常になんかこう柔軟性のなないももののににってしままうと私も感じますね非常に柔軟性のある介護というものをしているなぁとも思いますしあと「本人さんに聞く」っていうことを大切にしているって言ってますね。お風呂の温度 ななんか正解がありそうじゃない、お風呂の温度って高齢者にとって何度がいいんだろうとかね、えーっとまあ、ちょっと厚めの方は40度、えー、でもぬるめがいいよ38度とかね、えー、そういうことを言う人もいるんですけれども、えー、っと本人に聞くって言ってますね。はい で本人に聞いて一番その方のいい温度っていうので入ってもらおうよっていうことをするまあ好きなものでもそうです本人さんに聞く食べ物でも聞くはいそば、えー、が好きな人とはですね、えー、亡くなるまでに100回ぐらいそばに食べに行ったなんてね、えー、いうようなエピソードも聞いたりしていますね小鉢の介護っていうのをこの施設ではできているなでできているのかとかいうようなこともね、えー、じゃあなぜで えー、日本の多くの施設は、えー、何か窮屈に介護をしてしまっているのか、まあ、この辺の違いをですね是非、まあ、介護現場でね、えー、知っていってもらって、まあ、もちろん小鉢の通り真似をしようというわけではなくて、えー、自分たちの介護の中にですね、えー、参考になるものがあったら取り入れてみるっていうような形がいいんじゃないかなと思いますね。 で、2020年11月22日なんですけどもね、えー、私、オンラインサロンをしておりまして、その中でですね、えー、教えて。小鉢ちん、えー、コロナでも諦めない。楽しい介護の作り方っていうお話をしてもらおうと思っています。この中でもね。テーマとしてね。なんでそんな楽しそうなの。大変じゃないの？っていやあ、大変なんですよ。でもね、あのまるまるがないから楽しいんですよって言ってますね。 こののっていうのがまた不思議なですね私答えを聞いて驚いたんですけどもねえっ、ー、ほんとっていう感じのこと答えです。皆さんが考えるものと真逆のものが入ってくるんですけども是非、えー、ねこのコバチンのお話も、えー、オンラインサロンでは聞けますので是非楽しみにしていただいたらなと思います。 えー、オンラインサロンの入会もお待ちしております何を大切にしているんかなとかですね、えー、まあそういう起業とか経営についてのね えー、お話何も考えてなさそうですけどもねどんなことを考えて大切にしてやってるんかなというようなこともね聞いてみたいと思いますので、えー、このイベントもぜひあの楽しみにしていただいたらなと思います今日はですね、えー、宅老女配婚所の小鉢人こと小林聡さんを紹介いたしました、えー、正義感で介護をしないとか本人さんに聞く介護 というようなものをですね、皆さんの現場でもですね、参考になりましたら、取り入れてみてください。今日は以上です。ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録もよろしくお願いします。え、私ですね、オンラインサロンを始めました。 えー、オンラインサロンまつりはラボといいます日本が世界で最初に迎える超高齢社会を楽しく生きよう共に学ぼう成長しよう介護はクリエイティブな仕事ですオンラインサロンまつりはラボ一緒に楽しく学んでみませんか